皆さんこんにちは。浦山ブッシュクラフト、もうすっかりねフィンランドは秋になりましてですね、まあ今日は暖かめの日で今、日中だいたい気温10度くらい、朝晩はもう5度とか4度くらいまで下がるんですけれども、もうすっかり秋で、まあ、キノコのシーズンももう終わりですね、そろそろ、まあ何種類かまだ残ってるようですけれども、今回はですね、森で水を見つける方法をちょっと、紹介といいますか、まあ、挑戦して、紹介してみたいと思います。はい、でこれからちょっと森へ入るわけなんですけれども、今入り口で苔桃を見つけました。でね、まあ、これ実は食べられるんですけれども、結構なんていうんですか、苦酸っぱいというか、そんな感じの味です。この葉っぱはですね、まあ、お茶になりますので、まあそうですね、少し持ってって、まあそんな感じで地面から取った水、結構泥っぽい味がたまにしますので、まあ、こんなんで味付けなんかをして、楽しんでみたいと思います。まあ森で水を見つける方法というのはいくつかあります。まあ、一番簡単というか基本なのは、まあ川ですとか湖から水を取ると。でまあそれをまあ煮沸消毒して飲む。であとまあ一応ベストなものとしては湧き水を見つける。湧き水は大抵ね、もうそのまま煮沸しなくても飲める状態ですので、見つかればとてもいい水水源になります。でそういったものがない場合、まあ、雨が降っているような何日も降り続いているようなこういう日は非常に見つけやすいんですけれども、水たまりを探します。で水たまりなんですけれども、まあ後でもっと詳しく説明しますけれども、できるだけ高い場所にある、水たまりを探す。で非常に小さいとか、あと岩のまあ、ちょっとここにありますけども、こういった感じの岩の間とか、そういったところに溜まっていることがありますので、探すといいと思います。あとですね、もう一つポイントは森の床を見てもらうと分かりますけれども、非常に苔で覆い茂ってます。厚い苔ですね、スパグナモスというんですけれども、これがたくさん厚く茂っている場合ですね、この苔多少殺菌作用がありまして、でそれでゴミですとか、あとバクテリアなんかをある程度フィルターしてくれてあります。でこういったものが覆い茂っている場所の水たまりを探すのが比較的安全な水源になるかと思います。今少しこう高台といいますか、少し高くなっている場所に来ました。見えますかね、そこのところがこう崖のように少し下がってますけれども、ずっとこうまあ見てもらうと、この辺がまあ一番高い位置かなという感じです。地面を見るとですね、やはりここも苔がしっかりと密集してますので、ということだと、こうまあ大きな岩がこのようにねいくつかあります。こういったところでね、見当をつけて水たまりを探すといいかと思います。あとこういった岩の上ですね、たまにくぼみになっていまして、そこに水が溜まっていることもあります。で特にこのように何日も雨が続いた日なんかはね、溜まっている可能性が高いですので、そういうところを確認するといいんですけれども、まあ、前回来て私ここ岩上にくぼみがあるものがないのを知ってますので、もうそこは完全にスキップしてですね、今軽く歩き回ってみましたが、はい、こちらこのように水たまりがあります。アンズタケがなんか腐ってますけれども、まあ、こちらにもありますね。こういったところの水たまりは、OK です。比較的安全です。とあともう一つはですね、水たまりが見つかりづらい時もこう歩いていくとですね、音聞こえるかな、このようにぐちゃぐちゃぐちゃとなる場合があります。そうした場所はですね、少しこう掘ってもらうと、このように水が
溜まります。でこれは汲み出しても汲み出してもですね、この周りの水がですね、あのここへこう汲み出すごとにここにあのまたあの集まってきますので、あの結構な量が取れます。で今これ掘るとまあちょっと濁りますので、少し待って上積みを取るようにするとあのいいと思います。あともちろんですね、あのこの辺にある苔ですとか、あとスプルースのあの枝とかを使ってですね、あのフィルターを簡易のフィルターを作ってあのこすこともできますが、それはあの本当1時間とか2時間とかあの時間かかるやり方ですので、またそれは次回別の機会に行いたいと思います。では、まあ、ここら辺の水たまり、今犬がちょっと水飲んでしまいましたので、別のを探して、そこから水を取ってみたいと思います。まあ、水筒とあとそうですね、カップでも何でもいいんですけども、できるだけできれば、飲むのに実際に使う、例えばククサとかじゃなくてですね、あの火にかけられるもので水を取るといいと思います。でまず上にかかってる、まあ、こういった邪魔になるものを取り除いてですね、で中に入ってる大きなゴミを、まあ、できるだけ上積みを濁らさないようにそーっと取ります。で水汲み出しです。はい、いっぱいになりました。で水少しこれ茶色く濁ってますけれども、これはあの地面このフィンランドボレアルフォレストの場合ピートですので、その色です。で別に汚いとか危険とかそういうものではありませんので大丈夫です。はい、で今回使うのはこちらタスクヌオーティオという、フィンランド製のキャンプストーブですね、この手のひらサイズで、これでですねアルコールストーブと燃料と五徳とフライパンとコップが全部ここに入ってます。まあ、これがフライパンでコップでストーブの燃料トレーと、あと取っ手類と燃料と五徳、このようにまあピタッと入ってるわけです。これで行ってみたいと思います。で今スプルース の葉っぱ小枝ですね、これを用意してきましたの取ってきましたので、これをこのように束ねてですね水筒の、まあ、こう口へ押し当てます。でこれでこのように注ぐと大きなゴミは全部フィルターされますので、いちいち手で取る必要がなくなります。見えますかね、こんな感じでゴミが残ります。でこれまあ綺麗ですので、これでこれはお茶っ葉にします。このまんまで、先ほど取ってきた苔ももの葉っぱ、はい、でその時に苔もももこう少し取ってきましたので、これも入れちゃいます。大抵の菌はまあね沸騰温度まで持っていけば死ぬんですけれども、中には熱に比較的強い細菌もありましてですね、それが残る場合があります。ですので最低でも、まあ、10分やるのが基本です。コップにですね取っ手をこうつけまして、でこれを火にかけます。はい、沸騰が始まってから10分ぐらい経ちました。こんな感じですね、中は。でこれは十分ですので、火から下ろして火を消して、飲んでみたいと思います。こんな感じです。ちょっとね苔ももが入ってますんで、赤みかかってますけれども、
コケモモも、コケモモの葉も、あとスプルースの葉っぱもですね、どれも非常にこれあのビタミンを豊富に含んでおりますので、もうほとんどビタミン剤状態のお茶になるわけですけれども、視覚的には結構美味しそうです。ではではいただきます。熱い熱い、あ、美味しいわ。ちょっとスプルースが強すぎましたね。いや、このブレンドは初めてなんですよ。あのね、ブルーベリーとコケモモのブレンドはあのよくやるんですけど、それにスプルースを入れたのは今回が初めてで、ちょっとねスプルースが強いかなって感じはしますけど、まあ美味しいです。でですね、でまあお茶入れてる時にまあ周りをちょっと見回してましたらですね、こうキノコがありました。これあのスッピロバハベロというね、あのアンズタケと同じ種類のキノコなんですけども、あのアンズタケよりも非常に小さいです。で、特徴は同じです。傘の裏の形と傘の形は同じなんですけども、色と大きさが違います。で、これは非常に美味しいキノコです。で、あのキノコ取れる予定なかったんで、入れ物を持ってきてなかったんですね。で、まあ、あの白樺の木倒れたのがあったんで、あ、ちょっとまあ不格好ですけども、まあ、こんな感じで白樺の樹皮で、箱作ってみました。はい、では、今回の裏山ブッシュクラフト、無事水を確保することに成功して、煮沸消毒し、森から取れるものでお茶も作れました。結構美味しいお茶です。で、美味しいキノコも手に入れて、まあ満足かなという感じですね。もう本当ね、秋の森、まあ針葉樹なんで、あのフィンランドはあまり紅葉とかを楽しむっていう、そういうあれはないんですけれども、まあ、雨も降り続いて、でもまあこれがフィンランドの森かなって感じですね。犬も大喜び。最後に一つ言っておきます。注意事項、比較的安全な水でございますので、安全とは言い切れません。場所によっては、バクテリアの濃度が高かったり、何ですか、排気ガスとかですね、そういったもので汚染されている場合もありますので、まあそうですね、本当にそれが必要な時以外はあまり試さない方がいいかもしれません。ということで、また次回のアップロードまで、さようなら。